睡眠学習とは眠りながら学習するという勉強法。1924年のジェンキンスとダランバックによる記憶は覚醒中よりも睡眠中の方が保持率が高いという実験結果が曲解されたという形で記憶したいことを睡眠中に聞くだけで覚えられるという勉強法が生まれた。1932年に発表された小説、素晴らしい新世界では、 社会の価値観をすり込み、人々を思想統制ための方法として、睡眠学習が登場する。日本では1960年代に枕にテープレコーダーを組み込んだ睡眠学習機器が発売され、1970年代には大ヒットとなり、累計50万台を売り上げた。だが、この勉強法の場合ではテープに覚えたいことを吹き込む、家庭などで眠る前に記憶することはあっても、 睡眠中に聞くだけでは記憶することはできないという認識が広まったことから睡眠学習機器は市場から姿を消した。2009年にはアメリカ合衆国入りのイー州のノースウェスタン大学が画像の記憶等と音の結びつきについての実験を行い、知見者らにその夜に再生された音により画像の記憶固定化が起こっていることが確認された。また2012年の研究には イスラエルのワイツマン科学研究所の神経学者らのグループが覚醒時の学習なしに被験者の睡眠中に匂い等を条件づけて記憶させることに成功し睡眠中に古い記憶が固定されているだけではなく新しい学習を行える可能性も示した2014年にはスイス国立科学財団のバイオサイコロジストビオンラッシュは眠っている間に 外国語を聞き流すのは学習に効果的であることを実験により証明し、この技術を使えば記憶が再活性化され脳に記憶固定されるための助けになるとジャーナル誌、セレブラルコルテックスに発表した。実験は60人のドイツ語ネイティブスピーカーである生徒を被験者とし半数ずつに分け、両グループに午後10時に 初めて学習するオランダ語の単語をいくつか学ばせ、その後、一つのグループには、ノンレム睡眠中に、もう一方には起きたまま午後10時に学習した単語と、同じものの録音を聞かせ、その後仮眠はさせなかった。午前2時に仮眠を取っていたグループは起こされ、眠らなかったグループと共に、単語のいくつかをテストされたが、仮眠グループの方が、単語の意味を、よりよく理解していた。また、 単語の聞き流しは起きていたグループには何の効果もなかった。この結果は睡眠不足がその結果を招いたとも考えられるが、研究チームは仮眠グループが睡眠中に脳波を記録しており、タスクにより誘発される実証関連電位は前頭部で鮮明に陰性電位を示し、前頭部除波の周波数が上昇した上、単語の再生に伴う右前頭部及び 左頭頂部でのシータ波の力が増大したことを確認している。頭頂用は感覚の情報の集積や言語処理を行う役割を担っているため、特に言語処理においては相関関係に特有の作用だと考えられる。シータ波は覚醒時の記憶のエンコーディングと関係が深く、同様の現象が睡眠中にも弱気されるか、あるいはオリジナルの記憶を強化するのに役立っている。 研究チームは考えた。2016年に発表されたドイツのアルベルト・ルートビヒ大学フライブルクの精神科医、クリストフ・ニッシンらのチーム研究から睡眠には気象後の活動で形成されて複雑になった脳神経の電気的接続をリセットする作用があり、記憶と学習に対し重要な役割を担っていることが判明している。ありがとうございます。